はい、こんにちは。ケンチャンネルへようこそ。ということでですね、今回から新シリーズ。The Witcher Wild Hunt。ウィッチャー3ですね。まあ、名作である大作。2015年に発売されたものですね。まあ、説明しながら、進めていければと思うんですけれども、この作品はですね、2015年のゲームオブザイヤーに選ばれています。まあ、今までやってなかったのでね、まあ、ちょっと名作をやらずにはいられんやろうということで、今回選びました。初めからということでですね、難易度はストーリー&バトル、ブラッド&ハードコアデスマッチ。まあ、噂によると、ブラッド&ハードコアというところから、体力回復とか、時間を進めたりする、瞑想というのがなくなるらしいので、まあ、全体的にね、楽しみたいので、ストーリー&バトル選んでいきたいと思います。チュートリアルは、オン。ウィッチャー2のセーブデータシミュレーション。なし、オフ。物語の世界は北欧ですね。このゲーム自体は18禁になります。まあでも18禁ですが、まあ皆さんにね、いろいろ見ていただきたいので、こういう、あかんやろっていうところはですね、カットしてですね、まあ物語に影響がない程度にカットしていきたいと思います。キアンモーヘン、ピッチャーの鳥。
ピッチャーっていうのはですね、まあ、この時代の魔物退治とか、まあ、問題解決とかですね、まあ、いろんな人に依頼されて、まあ、敵を倒したり、問題を解決したりする職業のようですね。まあ、いろいろ鍛えてめっちゃ強いと、人間離れしてるという人たちのことらしいですね。こんなのじゃ喜ばないぞ。まあ、日本でいう忍者みたいな感じですかね。喜ばそうとしたわけじゃない。急がせようと思ったの。シリの訓練の相手をするんでしょ。シリ、ベセミルの同伴が見せられて、シリが退屈で死んじゃいそうよ。血だらけ。じゃあまた後でな。ええ、またね。これがさっきの方ですね。恋人？はい。チュートリアルへようこそ。ウィッチャーさん、ワイルドハイプの世界へようこそ。このチュートリアルはゲームの基本的な部分を説明していく。だら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 。はい。音楽よし。グラフィック。もいいですね。おっと。ジュースが少なくなってるぞ。画面右上のミニマップでは現在の周辺、現在の周辺。はいはい、なるほど。そうなの。訓練が終わったら新しいのを持ってきてよ。これに。壁じゃないや、ドアがあると。あ、そこに何かありますよと。じゃあ行きましょうか。鍵。なるほど、ね、ちょっと行ってみますか。おおほほー、美しい景色だ。なるほどね。田舎に、田舎というか山奥にあるんですね。よっしゃ。あ、まさに忍者の里的な。ほう。パンチパンチ。はい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 。うん、あっち。白と黒以外の服は持ってないのか。そうね。下着ならあるけど。なぜ？イエネファー。シリなら少しくらい待っていられるさ。よくないわ。それに非常識でしょ。そうだな、シリに会いに行こう。ああ、そうだな、シリに会いに行かないと。シリの訓練が終わったら戻ってきて。その間に化粧を済ますから。俺の知る限り、愛し合う前に化粧を気にする女は君くらいだな。そんなに抱いたわけ？だとしても考えるのはいつも君のことだけだ。声が渋いですね。このゲームはアクション RPG になります。でんてでーん。
PC 版、Xbox 版、PlayStation 4版が発売されてまして、2019年にスイッチですね。年寄りウィッチャーはまだ出てるか。スイッチ版が発売されます。好きなようだな。なんだ。起きてくれ、先生。自分の講義が退屈すぎて眠ってしまったのか。いや、グールとアルグールを打ちさせていたんだが、ちょっと目を休めたくなってな。あの分厚い本をか、逃げ出したのも無理はない。ブルッゲのジョンは文才こそないが内容は侵害できる。最近のくだらん本とは大違いだ。振り子とと組み合ってるのか。何度言えばわかるんだ。訓練は一人でするな。間違いが癖になると言ってるのに。あの子を下の中庭に連れてこい。訓練が好きならお望み通りやってやろう。怒らないでやってくれ。怒らないでやってくれ。どうしてだ。あの跳ねっかりは少しも言うことを聞かない。そこが気に入ってるんだろう。確かに、わしも少しは悪かった。だが、それもここまでだ。怪物退治は軽い気持ちでやれる仕事じゃない。シリが我々の仲間になるなら、それを学んでもらう。下で待ってるぞ。確かに練習不足だな。打ち込め。いてー。サーカスじゃないんだぞ。違う、足を使え。当然だ。さあ、目隠しを取れ。まだ修行が足りないな。反応が遅すぎる。ウィッチャーの基準ならね。今のお前はドラウナーやストリガにも負ける。変異したところで大差はない。ストリガよりベセミルのことを心配した方がいい。彼の教えに背くのは愚かなことだぞ。わかるけど、あの本死ぬほど退屈なんだもん。そうだな。でもそれが言い訳にならないのもわかるだろう。ああ、ごめんなさい。もう二度としない。その方がいい。次やったらボール一杯のナメクジにたっぷりと塩をかけて食わせるとベセメルが言ってたぞ。嫌ならいい子にするんだな。行くぞ。下でみんなと一緒に訓練するんだ。壁を走ったりする？もちろん。ここはウィッチャーの修行場だぞ。エルフの浴場じゃない。絶対負けないからね。はい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 。走るんじゃないぞ。まあ動きの練習っていう感じですかね。教えた呼吸法を忘れたのか。足の動きに合わせて口で息をするんだ。シーリー、待て待て。どっち行きゃいいのこれ。どっち行きゃいいの。どっち行きゃいいの。こっちでいいのかな。どっちでいいのかな。痛い。勝ちだ。こっちで止まれるんですね。
さて、何か言うことはあるか。ごめんなさい、ベセミルおじさん。若者が体を動かしたがるのは仕方ない。だが怪物と戦うなら銀の剣と同じぐらい知識は重要な武器となる。最低でもグールとアルグールの区別ぐらいは。ゼリカニアに生息するヒョウに似た斑紋によって判別する。また相棒の病的な白さによっても区別できる。ちゃんと勉強してたのか。だがな、それでもきちんと。ベセミルおじさん眠ってたじゃない。本は読み終わってたのか。なぜそれを言わなかった。有利な武器を手にしてすぐに使うは愚かなり。それが最大の効果を発揮する時を待つべし。ベセミルおじさんの言葉でしょ。まったく物覚えがいい子だ。いたずら癖がたまに傷だがな。よし、おしゃべりは終わりだ。ゲラルトはわしと、ランバートはエスケルト、シリは人形とだ。また文句を言うな、剣を取れ。どうする、基本の復習からやるか、それとも自由にやらせてみるか。基本からやろう。経験を積んだ達人でさえ基礎を大事にする。初心者の尻ならなおさらだ。剣を抜け、ゲラルト。ここで身の身にまとった騎士から勇気や巨人のためのウィッチャーは様々な相手を敵に戦わねばならない。その時には適切な武器を使い、また敵に合った戦い方を熟知することが不可欠だ。主な武器は剣だ。それに陰、錬金術も勉強しなければならないと。トリガーを押してターゲットロックする。すべての攻撃がターゲットに向かう。足だ、シリ、足を使え、忘れるな。痛いよ、今のなし。ちょっと。どうした、おじけついたか。何を受け流すの。相手はただの人形なのに。今は振りでも後で生きる。切り返せ、突き、カウンターだ。いった、はいはいはい。いちいちこの止まるのやめてほしいですね。訓練を終える前にウィッチャーの陰謀をおさらいだ。まずはクエンから。シリ、クエンはウィッチャーの盾とも呼ばれている。よく見てなぜそう呼ばれているかを学ぶ。ゲラルト、イグニだ。火花を飛ばせ。もしクエンの因がなければ、わしは今頃燃えていたところだ。アートだ、ゲラルト、やれ。ゲリー、わかったか。アートはどんな相手でもバランスを失わせ、攻撃のリズムを崩すことが。では、アクシーだ。クソ、これは嫌なんだ。ん？アクシー。まあ、ちょっとアクシー。一体何をしてるんだ。
あ、戻った。そういうことね。悪水は本当に人を混乱させるな。さあ、ヤーデンだ。ジェラルト、見せてやれ。しまった。わかるな、シリ。ヤーデンは動きを踏んだことがない。爆薬を投げろ。シリ、心配ない。クエンが身を守ってくれる。ん？バカ。ケイアモルヘン銃の剣を磨かせるとしようか。兜はあったが、シェリー、まったく一本残らず剣を集めてきてやるからな。うん、びっくりした。夢ですね。テメリア・ビジマへの道。大丈夫か？ああ、悪い夢を見た。どんなだ？長い話になる。夜明けにはまだ早い。時間はあるぞ。最初はケイアモルヘンの寝室だ。浴槽にゆったり使って、そばにはトリスか。イエネファーだ。変だろう。彼女があそこに来たことはないんだ。でも自然だった。いつもみたいに叱られてたのか。うん、まあな。まるで現実みたいだな。きっと会えるさ。夢の中でシリを探して稽古をつけてやった。懐かしいな、あのおてんば娘め。もっと身軽で強靭な子を教えたこともあるが、あの子を一番よく覚えた。亡くなったんですかね。それで夢の中で何かあったのか。ああ、ワイルドハントが現れてシリを襲った。あれがワイルドハント。みたいにその場を動けなかった。ただの悪い夢だ。いや、ただの夢じゃないんだ。過去にシリが夢に出てきたとき、必ず現実でも危険な目に遭ってたんだ。勇気な相手でも身を守れるよう訓練を積んでいる。
うすぐ夜が明ける。出発しよう。待て、イエネファーからの手紙を見せろ。何か手がかりを見落としてるかもしれん。見落とすも何も、ウィロービーで会いたいと書かれてるだけだ。だがその村はどこかの軍隊に焼き払われた。だから彼女の足跡を追ってたな。おちゃごちゃ言ってないで手紙を見せろ。おやおや、手紙までリラとスムリの香りがするぞ。香りなんかより文字を読むんだ。会いたい、急いで。美島の近くのウィロービーで。それだけだな。この追伸のあのユニコーンまだ持ってるわとは。まあ、非常に個人的な話だ。はは、なるほどね。大体察しがついたぞ。詳しく知りたいとは思わんがね。それで、あとどれぐらいでイエネファーに追いつけるの？2、3日だな。足跡はまだ新しい。だが街道に向かっているようだ。そうなれば追うのが難しくなるぞ。待て、聞こえたか？ああ、聞こえるし、匂うぞ。グーグーだ。戦う。この作品はオープンワールドですね。どこでも行きたいところに行けるんですけど、軍隊が通った後は死体目当ての式が来る。やつらの数が増える前に行くか。はい。こういう、まあ、敵を倒したらいろいろアイテムがあったり、アイテムを出したり、こういう草むらからですね、まあ、薬草みたいなものを取ったりできます。で、後でなんか調合したりですね、に使えるというものですね。こうちょっと貧乏症なんでね。黒水晶に入れられた鳥の頭蓋骨。イエネファーのものか。なんかいろいろ取っていかないと気が済まないという。なんか拾いましたね。鳥水晶がどうのこうのと。なんだこれは、水晶の頭蓋骨。クエストクリアに必要なアイテムだそうです。怖っ。あんなところに置かれてもわかんないですね。ちょっとよく探してみますか。あ、なんだこれは。帝国、テメリア兵と自称する山賊が、近隣の村に潜伏している彼らは無法者であり、皇帝の臣民に対する脅威である。何らかの形で彼を支援したものや、何者かのものは、帝国王によって即刻極刑が与えられる。こうは。だそうです。他には何か今あったな。これか。まあ行きましょうか。ね、そろそろ。
ローチー、はい、行きますって。この化け物がどれほど役立つ生き物か、力説し続けてた魔術師の話をしたかな。あれ、どっち行くの、どっち行く。はあ、待って、死体を食うから伝染病が流行る。いや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 、はい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 、ミスった。ゴー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 。生きた人間も食うことを知らなかったのか。知った時にはうろたえていた。政局の我々側に厳しいようだな。我々側。うわ、ちょっと何あれ。めっちゃおる。北方諸国側だ。ラドビッド王国のことか。今やテメリアもエイダーも滅んだ。ラドビッドは勝利した暁には国境線を戻すと約束している。信じてるのか。人は何かを信じないと前に進めんもんだよ。なるほどね。しばらく後、行ってみるか。助けて、助けてくれ。なんだあれ、鷹。うん、出てこい。あんたらのおかげだ。馬と一緒に死んじまうところだったよ。運が良ければな。馬は即死のようだが、グリフィンは獲物をなぶり殺す。生きたまま肉を食われるんだ。お礼をしなきゃいけないよな。何クラウンかあれば助かる。困ったな。今持ち合わせが少ないんだ。商品をニルフガードに徴収されて、もう。この沈黙。で、みたいな。足跡はどうだ。言った通りだ。街道に続いていて、そこで分からなくなってる。誰か探してるのか。ああ、中くらいの背丈の長い黒髪の女性だ。見かけてないか。いや、でもこの辺で宿屋といったらホワイトオーチャードにしかないんだ。旅人がよく訪れるから何か分かるかもしれない。OK、 いい考えだ。その傷も何とかしないといけないしな。かすり傷だ。まあ、貯蔵庫から出したての冷たいライウイスキーがあるなら話は別だが。行こうか。いや、ホワイトウィーチャード、ホワイトオーチャードに行くということですな。人里近くにグリフィンが出るのか。変だ。わしも同じことを思っていた。森や山の中ならともかく、こんな街道からも近いところに出るとは。戦争のせいかもな。死体だらけで血と焼けた肉の匂いが充満している。怪物がおかしくなっても不思議はない。
トラブルを起こすものを、国力は思わない。村や町の居住区の近くの掲示板が立てられている。これは地図上で、この印で示されている。これを調べることで、ウィッチャーへの依頼や、その土地での出来事などがわかる。面倒が起こる前にあれを下ろしな。あの紋章はテメリアの百合だ。紋章を掲げて何が悪いってんだ。ここはもうテメリアじゃねえ、ニルフガードなんだよジジイ。違う、テメリアだ。化け物汁で酒がまずくなる。失礼な客がいて悪いね。構わん、慣れとるよ。みんな気が立ってるんだよ。軍隊に踏み荒らされて、今度はグリフィンがうろつき出して。ああ、もうお目にかかったよ。ただの獣だ。ただの獣だ。レナなんかズタズタにされて、いつ死んでもおかしくないのよ。でもいつまでも嘆いてちゃいけないね。ご注文は？ウォッカを一杯くれ。そちらの方は何か飲む？アイコンがついた選択肢を選ぶと店のページが開く。何があるのか見せてくれ。A で購入する、B で店を閉じる。食料なし。ちょっと食料買っていきますか。300ありますね。 58? ん？これ無料なんですかね。116もするんだ。 いらないよそんなに。まあどっかで手に入るかもしれないんでね、わかんないですけど、まあ今買うタイミングじゃないですね。黒と白の服を着てる。ウィロービーから来たはずだ。それから変に聞こえるかもしれないが、リラとスグリの香りがする。そんな人は知らないわね。あったら覚えてるはずだし。そうだな、一度見たら忘れられん。奥で馬が。ここにはいろんな土地からたくさんの旅人が来てるから、みんなに聞いてみるといいわ。了解。会話を終了することができる。選択することによってですね、若干物語が変わっていくみたいですね。忙しいからね。家族を探したり、軍から逃げたり、そういう人たちが一晩の寝床を求めてくるの。なるほど。戦争のおかげで繁盛してると。今のところはね。でも平和が一番だよ。思います。こんな時代じゃ明日はどうなるかわからない。お前で。グリフィン退治の仕事はあるか。今はないの。
昔だったらあんな化け物が近くに巣を作ったりしたら長老が資金を集めたり漁師様へ陳情に行ったりしたんだけどね。今じゃ人を雇うにも先に黒の軍団の許可が必要なのさ。漁師様も処刑されたみたい。だから仕事の募集はないわね。力になれるかと思ったが、ただ働きは無理だな。ありがとう。もう十分だ。包帯を巻こうか。おい、そこまで追いぼれちゃいないぞ。ならイェネファーのことを聞いてくる。とにかく騒ぎを起こすなよ。下手に注目を浴びんようにな。了解。軍団が土地を測量してるそうだ。測量なら人を探してる。俺たちに構うんじゃねえ。化け物め、その顔見てると酒がまずくなる。うん。工場で会話中に逆らってくる相手には、幻惑のアビリティを強化していく必要がある。なるほど。黒と白の服を着た漆黒の髪の女性を見たか、答えろ。先日馬に乗った貴婦人が村を通ったらしい。避けようとしたラドバーが突き飛ばされたそうだ。どっちの方向へ行った？知らない。街道からそれる小道はたくさんあるし、どこへでも行ける。みんな、ミカが化け物に操られてるぞ。おい、黙らないとその舌を引き抜くぞ。なるほど。一度言うぞ、四つの派閥があってたな。四つのなんだ。派閥だ。同じような仲間のことだ。女性を探してる。みんなそうさ。誰でもいいわけじゃない。特定の女性だ。リラとスグリの香りがして、黒と白の服を着てる。二杯持ってきてくれ。飲むと元気が出るぞ。いいだろう、一杯飲むか。担当直入に聞く。その女性を見たか。ベンガーバーグのイェネファーか。どうして名前を知ってる。説明が完璧だったからさ。一度聞いたら忘れないたちでね。忘れられないんだ。お前は何だ。なぜイェネファを知ってるんだ。なぜイェネファを知ってる。聞くまでもない。ダンディリオンの歌で聞いたのさ。一回の商人が偉大な世界に触れるにはそれしかない。もちろん俺のように幸運に恵まれれば別だが。我慢強いウィッチャーと出会えて幸運だな。リビアのゲラルト、ブラビケンの殺し屋本人に会えて幸運さ。俺のこともダンディリオンの歌で聞いたことがあるだろう。乾杯。お前は一体何者なんだ。ただの放浪者さ。ゴウンターオーディムとでも呼んでくれ。放浪者か。仕事は。昔は鏡を売る商人だった。鏡の帝王とか鏡の達人と呼ばれて熱狂的な人気を誇ったものだ。なるほど。イェネファーを見たのか。ぶしつけだが聞かせてくれ。これは色恋沙汰か。ああ、その通りだ。思った通りだ。知ってることを教えてくれ。あんたが現れるまであれがイェネファーだとは思いもしなかった。想像すらしなかったよ。結論は言え。駐屯地にいるニルフガードの偵察兵が見たらしい。どこでだ。駐屯地でだ。彼女は馬に乗って現れた。夜の闇の中を
黒と白の服で香りはスムリーそのままさ。司令官と簡潔な会話を交わしてすぐ去ったそうだ。どこへ向かった？そこまでは知らない。駐屯地で聞くといい。礼を言う。放浪者同士助け合わなきゃな。ミルフガード。俺が困ってたら今度はあんたが助けてくれるかもしれん。また会いそうですね、この人は。時間の無駄だ。お前がルールを理解する前に日がとっぷり暮れてしまう。ちょっといいか。もちろん。アルダート・グリートだ。オクセンフルト学院の助教授で近代史が専門だ。リビアのゲラルト、怪物退治が専門だ。ある女性を探してる。長い髪で黒と白の服を着ている。見かけなかったか？見てないね。庶民と違って戦火の女騎士なんて馬鹿げた噂だと思ってるからな。戦争はノビグラドまで？いや、でも時間の問題だろうな。一方からはニルフガード、反対側からはレダニアが迫ってる。骨を見つけた2匹の犬みたいにな。みなその骨を喉に詰まらせる。その通り。我らはノビグラドの自由を愛し、それを守るために戦う。おお、学者が剣を取るか。剣だけが武器ではない。町の防壁を設計したのは我が学院の設計士たちだ。これまでどんな兵器でも崩せなかったのだぞ。戦火の女騎士というのは何だ？人々の噂だ。馬に乗った女の幽霊が夜の戦場を駆け抜け、君の言った特徴と似てる。軍隊を引き連れてて見たものは不幸になるらしい。確かに不幸にはなるが、どこに現れたか知らないか？いや、おとぎ話には興味なくてね。なるほど。こんな場所に学者がいるとはな。戦場から逃げてきたのか？その逆だ。私は前線を目指して。なんか真面目になりました。死にたいのか？知識が欲しい。そのためなら命もいらない。知識への渇望は誇りまみれの古文書では癒せない。自分の目でニルフガードの進行を見て、全てを年代記に記録したい。完成したら最高の仕事になるだろう。忠告する。命があるうちに本を読む生活に戻れ。戦争はゲームじゃない。学会や名誉教授の地位や論文の査読とは全く別の世界だ。最初に出会った兵士に殺される。一体何のために？一般市民ってただの学者を。靴だ。なんだって？靴を取るために殺すのさ。邪魔したな、さらばだ。ちょっと待て、ウィッチャー。君は見込みがある男だ。グエントは知ってるか？知らん。今から覚える時間もない。ルールは簡単だ。いいだろう。一勝負しないか？いやー、別にいいけど。グエントはいいや。やめとこう。他のことで頭がいっぱいだ。残念だな。地元の連中は10まで数えられない奴らだから、ルールを理解してくれない。まあ、気が変わったらここに来てくれ。さあさあ、ようやく進めますね。でん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 。あと中に人はいますか？お、なんだこれは。身は登れない。さて、それでは、ようやく進めるということで、外に行きましょうか。ん？楽しんだかい？ああ。じゃあ、うせろ。お前みたいなのはお呼びじゃない。
仲間を集めてきた方がいいぞ。お前たち3人では到底勝てん。俺一人でぶちのめしてやる。頭から袋をかぶって手を縛られてるなら負けるか。いや、それでも勝てそうだ。ジェット、フレッシュ、手を出すな。この化け物に思い知らせてやる。かかってこい。やむをえん。撃て。宝石を剥ぎ取れ。神よ。撃って、なんで邪魔なんですけど。楽しいひとときをありがとう。なんか持ってないな。ヤギの顔は全部進行状況やストーリー中の特定のポイントを追加すると自動的にセーブされます。頻繁にする進行状況を保存するように。はーい、わかりました。なんだあれ、それでどうしたの。まあ頭を首に縫い付けて。私と家族には近寄らないで。遺体は秘密の部屋に隠した。アイテムがあるところにはこうやって右上のミニマップになんか葉っぱみたいのが出るんですね。非常にわかりやすい。今度はなんだ。なんかありますね。手配、脱走兵。昨晩一人の兵士が軍令や英知を脱走した。手配者は、最近帝国が変わった新兵でオドリンという名前だ。なるほど。兄弟よ、どこに？はい。まあ、全部持ってきますか。重要な場所、ハテナが表示される。なるほど。チェッティ、いいか。その歌は二度と歌っちゃいかん。絶対二度。多数ある周辺に何があるかを確認。新たなクエスト、井戸の悪魔。何があった？昨日の夜、寒かったから炉に火を入れたんだ。ゴーゴーとよく燃えたよ。ソーセージも焼いたんだ。それからどっかのバカが作業場に火をつけやがった。全て失ったんだ。いつまでアホ面を見せてやがる。大変だったな。犯人に心当たりは。村人全員だ。ずっとここに住んでるし、仲間として認められてると思ってたが、黒の軍団が来て変わっちまった。この辺で鍛冶職人は俺だけだから、俺が奴らの仕事を受けなきゃいけない。甲冑のへこみを直したりな。ミルフガードからもらえるのは物資と命令だけで、金なんてもらってない。だが周りはそう思わないらしい。
他人の不幸を食い物にドラゴンみたいに金貨の山に寝そべってるって思われてる。無視されてそばを通れば唾をかけられるようになった。そしてこれだ。報酬次第で放火犯を見つけてやってもいい。手持ちは残り少ないが、捕まえたら全部くれてやる。懲らしめてやりたいんだ。火事の晩、家の外で物音がしたんだ。手がかりがないか調べてみたが、何も見つからなかった。だが俺は猫みたいに嫁が聞くわけじゃない。頼んだぞ。なるほど。はいはい。怪物者に言うのを通して。はい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 。ミルフガード人、まぁ、ちょっと、なんかいろいろサイドミッションをゲットしちゃったんですけど、地図に書かれてるところに行きますか。じゃないとちょっと始まんないですね。来たね、こいつ。住んでますけど大丈夫なんでしょうか。おっと、掲示板によると井戸に問題があるらしいな。そうとも、呪われてるんだ。もう20年になる。20年ではなぜ今になって張り紙を。川から水を引いてたんだ。だが戦いの後、たくさんの死体が浮いて汚染されてしまった。娘のマンディが水を飲んで体調を崩してる。日に日に悪くなっていくんだ。薬草医は熱には飲み物が効くと言っていた。しかもビールやサイダーじゃなく水、澄んだ水だ。井戸から汲むしかないだろ。だが幽霊を追い払わねば誰も近づけない。なるほど。その幽霊がどんなやつか話してくれ。そりゃとんでもなくおっかねんだ。すごくな。いや、見た目はどんな感じだ。見た目は女だな。墓から出てきたような姿でな。汚れたボロボロのドレスを着て、骨から肉が剥がれ落ちてる。それから苦しそうにうめいて。勇気の一種か、アルプかもしれんな。あんたが幽霊を退治してくれないと、うちの娘はあれに殺されちまう。よし、手を貸そう。井戸はどこだ。ホーベルだ。高地にある集落だ。今は廃村で、そこに行く者もいない。幽霊のせいだな。追い払ってくれ、頼む。うん、なかなかいろんなミッションをゲットしてしまいましたね。何個ですか？違う。高い熱が出て何度も気を失って。ああ、この子ですね。これはまずいですね。ユネファーの情報があるのはここですね。あ、違う違う。ユネファーの情報は
ムルフガード、あ、上ですね、ここですね、ここに行かなければならないと。どうやって行きましょうか。まあ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 、それじゃあローチで行きますか。うわーっとね、ですね。まあちょっとメインミッションをまず片付けましょう。よーし。あれ動かない。まあちょっとサイドミッションには目もくれず、とりあえずメインミッション、終わらせましょうかね。あ、ごめんなさい。よーし。ローチ。ここは軍の基地だ。対象の許可なく民間人が立ち入ることは禁じられてる。民間人に見えるか。厄介な奴には見える。逆だ。厄介事を片付けに来たウィッチャーだ。ウィッチャーだと？ピーターザール・グインリーブ隊長は塔にいる。門から入って右へ進め。俺向けの仕事がありそうか。ここは軍隊だ。兵士に推測は不要だ。さあ、さっと行け。さあ。はーい、まーす。ここね、知ってるんですよ、僕。ここ、ほら。ここで物を盗むと徴兵、衛兵に見つかる。だな。やめときましょう。村が提供できる穀物の量は、おっしゃるだけかか。私の手を見ろ。見ろ、タコがあるだろう。閣下の手じゃない、農民の手だ。農民同士、腹を割って話してる。どれだけ出せるんだ。40タル分あります。もっとあったんですが、テメリアの連中が先に来て持って行っちまって。30出せ、それで十分だ。これで決定だ。それと、すぐに運び込んでもらうぞ。ありがとうございます、本当に。呼んだのは村長と鍛冶職人のウィリスだけのはずだぞ。ドワーフの鍛冶職人にしては背が高すぎるな。確かにその通りだな。察しがいいな。リビアのゲラルト、ウィッチャーだ。バッドゲンか。それで足音がしなかったのか。ここに何の用？ベンガーバーグのイエネファーを探してる。どこへ行った？それは軍事機密だ。俺を追い出そうとしたり、衛兵を呼んだりしようとしないのは何か理由があるんだろう。この周辺にグリフィンが出没している。うん？そいつを倒してくれたら考えてもいい。OK。まあいいや。まあいいや。契約成立だ。
だがまず教えてくれ、グリフィンの巣はどこにある？最初はバルパインの森を縄張りにしていた。5人を偵察隊として送り込んだが、2日後に狩人に発見された時は我が軍の鎧でしか判別できない状態だった。なるほど。それからのグリフィンは恐れ知らずだ。村や畑、街道で人を襲うようになった。やりたい放題と。巣を捨てたということか。罠を仕掛ける必要がありそうだ。その言い方だと簡単ではなさそうだ。必要なものがあるか？特殊な薬草でおびき寄せる。黒梅もどきだ。10里先のグリフィンも誘い出せる。黒梅もどき、知らないな。共通言語はまだ堪能とは言えなくてな。まあ基本は覚えたろう。手を挙げろとか殺せとか。いや、最初は慣用句からだ。火遊びは身を滅ぼすとかな。薬草医のトミラのところへ行け。十字路のそばに住んでいる。力を貸してくれるだろう。そのグリフィンについてもっと情報が欲しい。オスかメスか、巣を捨てた理由もな。目撃者を連れてくるか。彼らからは俺の知らないことは聞き出せない。兵士たちが死んでいた場所を調べたい。死体を見つけた狩人の名はミスラフだ。村の南の森のすぐそばの小屋に住んでる。頼りになる男だ。少し変わり者だが。トミラとミスラフか。どうも。エスーンド逆転。OK。これはメインストーリーですか？ストーリー、メインクエスト。ですね。グリフィン退治の依頼を完了する。まあ、これがグリフィン退治ですね。カリラの死体の発見場所を聞くっていうのと、薬草家に狂うのもどき。について聞く。すべてはイエネファーの行方を知っている、ミルフガード軍の軍長みたいな人ですね。の依頼をクリアするためということになります。じゃあ続きは、また今度、またお会いしましょう。じゃあねー。